作家の平野啓一郎氏が30日 X 旧 Twitter を更新。ジャニーズ事務所の創業者ジャニー喜多川氏の性加害問題を受け、テレビ局が発表したコメントについて私見を述べた。29日にはジャニーズ事務所が設置した再発防止チームが調査報告書を公表した。これを受け、日本テレビとテレビ東京は同日中にコメントを発表。30日にはテレビ朝日、TBS、フジテレビ、NHK がコメントを発表した。これについて報じたネットニュースを引用し、平野氏はびっくりするほど真面目な反省の言葉がないですね。NHK なんかほとんど居直ってるようなコメントですが、と投稿した。NHK は公式ホームページ上に以下のコメントを掲載している。